はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回は、ドッキリ企画というわけで、有名実況者、オパシさんを騙していこうかなと思います。で、今回ちょっと騙していくことなんですけど、やっぱりそのリスナーさんのふりしてなんか無理じゃないですか、オパシさんに対して。じゃあどうするのって言ったら、やっぱオパシさん女性好きなんで、オパシさんの、さらしていいと思うっていうすごいね、人気シリーズがあるんですけど、そちらの方で、もうなんか、さらしていいとも48みたいな作りたいなって言ってたんですよ、ちょっと前の動画で。で、女性、顔出ししてくれる女性募集中ですって言うから、ちょっと、自分、実況者ジャンダルクが、女装して、その、ちょっと写真撮って、おばあさんにこの子どうですかって言って、あ、いいじゃん、可愛いじゃんって言った瞬間に、これ実は、僕なんですよって行こうかなと思います。あ、もしもし。はい。あ、すいません、お時間大丈夫でした？若干大丈夫でした。すいません、本当に。いや、本当に、はい、絶えもないことなんですけど、はい、前確かおばあさん、さらしていいと思って、なんか48作りたいって言ってたじゃないですか。まあまあ、なんかオープニングだとか。はい、で、はい、ちょっと僕のリスナーさんとか、僕の方に、ジャンさん、おばあさんと仲いいんだったら、ちょっと私、写真送るんで、ちょっとおばあさんにこれでいいか、ちょっと見てもらえますかみたいな。マジで言ってんの？はい。はい、で、それで、その人が、まあ、動画ちょっと、動画はちょっとあれなんですけど、その写真だけだったら、みたいな。とりあえず。写真だけ？写真でちょっと送って、それで、なんか顔、やっぱ顔可愛いとか、なんかあるじゃないですか。おばさんが見て可愛いだとか。はいはいはい。それ見てもらって、判断してもらおうかな、みたいな感じで、ちょっと、まあ、タメ口だったり、ちょっと僕イラってしたんですけど。ああ、写真だけじゃダメだわ。じゃあ、写真見てもらって、おばさんが、あ、この子いいよって言うなら動画で。使ってもらおうかなと。ああ、そういうことね。とりあえず第一審査みたいな感じで。で、はい、写真の方ちょっとじゃあ、どこだったかな。ツイッターの記録だけで。なんで僕なんやろみたいな。いい、ジャンヌさんがそのことオファーコスプレイやん。動画、サッサイズ数10万全然知らへん方なんすよ。10万再生いくよ、オファーコスやが。ああ、言ってましたね、今日の。さらしていいと思うで。オファーコ10万再生。なんか顔見た感じ、なんか、ハーフっぽいんすよね。ハーフっていうか、なんか、ちょっとゴリラ。ゴリラ？どうなんだろう。貼っていいですか？はい、どうぞ。どれだ？これ生放送してたりしないよね、実は。しないです、しないです。何ですか？反応見ようみたいな生放送ドッキリとかじゃないよね。あ、どういうことですか？ああ、そういうことですか？いや、キャス今やってないです。さすがにね、俺相手に生放送ドッキリはまずい可能性が高すぎるからね。どういうことですか？変だな、企業レベルで変な話とかしたときに。ああ、そうっすね。俺相手のドッキリはマジで笑えない事故が起きるからやめたほうがいい、マジ。それはもちろんっす。これか。貼りますね。はい。これをスカイプに貼りましょ。よいしょ。貼ったかな。なんか来た。これと。男？いや、女性でした。いや、ツイッターのプロフィール見た感じだったら、女性でしたけど。綺麗な顔してるけど、綺麗な顔してるけど、綺麗な顔してるけど。神様お願いだよ、この想いが叶うなら。顔してるけど、女に見えないんだけど、なんか。え、この子は何？さらしていいともガールズをやりたいの？みたいっすね。はいはいはい。でもなんでこの子ツイッターではちゃんと顔出してないのに突然。こんなことしたら。まあ、別に本当かどうかなんて興味ないんだけど。うん。おばさん的にこう男見えます？え？男っすか？何が？男っすか？男っすかってこと？いや、この画像男に見えます？うん、なんか。見えない？いや、ハーフっぽいかなって。ハーフね、ブスではないかなって。いや、男にしろ女にしろすげえ綺麗な顔立ちしてるとは思うけど。いや、男にしろ女にしろすげえ綺麗な顔立ちしてるとは思うけど。いや、男にしろ女にしろすげえ綺麗な顔立ちしてるとは思うけど。おばさん、はい、すいません、これ僕です。ドッキリ失敗、もうやだ、ほんまに。おばさん、
お前あれよ。何？引退ですか？引退だよ。引退だよ。おばあさん騙せると思ったのに。無理か。なんか動画撮った？動画撮ってたんですけど、どこカットしたらいいですか？いやまあそこはあのまずそうなとこカットしてくれればいい。もちろんカットしますけど。マジかー。これ。これメイク30分かかったんですよ、僕。ひうますぎ、マジで。おい、マジかー。これでちゃんといいともの挨拶しろよ。いや、勘弁してください。やれよ、マジで。いやー、おばさん強いっすね、マジで。でも企画の内容としては、この、今回は、おばさんをね、やっぱ、なんか女性大好きなんで、騙したいと思います、みたいに言って。あれお前プロの女好きの目をお前騙せると思うなよ。すいませんでした。はい、というわけでおっぱさんは失敗。